はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思いますが、あれ、はい、今回はまた、瓶系の200円ぐらいの高いやつです。商品名がレムという、商品名カッコレムカッコレモン、アルコール度数 4% の、原材料名、ウォッカ、糖類、酸味料、ナチュラルレモンジュース、ナチュラルレモンフレーバー、アスコルビン酸、と炭酸ガス。原産国がイギリス。輸入者が日本ビル株式会社ですね。リキュールとなってます。容量が 275ml。まあ、いわゆる、レモンのウォッカ割り？違う、逆か。ウォッカのレモン割りか。ほんじゃ、乾杯。ああ。これ CC レモンだ。うん。うん。これは CC レモン。うん。完全に。完全に一致。うん。うん。もう完璧に一致。もうね、アルコールの味がしない。うん。日本ビール株式会社でググりますと、うん、まあいいや、これもうこのサイト、このさ、商品のさ、画像が載ってないからさ、文字しか載ってないんですよ。だからもう、正直、何が何なのか全くわからない。文字だけ羅列されてもね、商品名だけ羅列されても、意味がわからない。その知るかって話なんですけどね。うん。なんか、日本ビール株式会社っていう名前が、なんか、うさんくさい。なんか、チョンジンがこれ経営してんじゃないかっていうぐらいの感じなんですけど。ねえ、ホームページもものすごかったし。なんか、味も全然だし。もう一体何を活かしたかったのかが全くわからないね、これね。うん。値段も無駄に高いし。完全に、CC レモンのパクリだし、味が。うん。ウォッカの味も全然しないし。うん。ひどいね。これは、ひどい。としか言えない。うん。一応果汁入ってんだよな。果汁が何パーセントかわかんないですけど。多分入ってるはず。何パーセントか書いてないですね。何パーセントか書いてない。チューハイも珍しいですね。逆に。ね。まあ、CC レモンはちなみに、あれ、レモン果汁何パーセント入ってるっけ？果汁 1% ですね。うん。CC レモンはね、結構、クエン酸が結構入ってる。
クエン酸とあとビタミン C が入ってるかな。うん。まあ、言うても味が全く変わらんので、もう何とも言い難い。もういかんともしがたい。うん、あ、しまった、今日。あ、今日ですね、あの、酒、先ほど今、買ってきたんですけど、ビールの、あの、大瓶、キリンのクラシックラガーの大瓶のワンケース買ってきまして、値段がね、なんとね、5600円のところ、いや、5600円のところで買ってきたんですよ。5600円。安くね？うん。確かビールのケースって確か値段が、あれ取引、引き取ってもらえるんですよね。確か200円ぐらいで。うん。ケース保証代。みたいな。ね、あの、黄色い、20本入る、ワンケースの、大瓶の。あれ、ケースってあれ、いくらだっけ？え、なんかすげえ安い。大瓶 633ml で20本入りで5198円のところあるって。なんかヤフー知恵袋に載ってるわ。安っ。だって瓶一瓶で確か5円売れる、5円で売れるんですよ。だから20本入ってるから合計100円で売れるわけでしょ。で、さらに確かケース代が200円だったかで売れるんだよな。ケースいくらで売れるんだっけ？ケース確か、いくらかで売れるんですよね。うん。100円か200円だか。いくらで売れるんだっけ？ちょっとごめん、わかんない。このケースの、さあ、ビールのケース。ボックスみたいな。黄色いボックス。あれ確か売れるんだよな。どっかで載ってないかな。いや、ちなみにケース買いしたの俺初めてで、今まで。うん。ケース、箱。値段。ビールケース回収。ビール。ケース。あれどこだ？ビールケースを処分した。あ、200円だ、やっぱり。200円で売れるんですよ。つまり、合計で、1ケース300円で売れるんですよ。瓶20本と、1ケースで。うん。ということはどういうことかというと、俺5600円で買ったから、
それマイナス300円で、5300円。ね。で、結果として買ったことになるわけですよ。ね。安くね？ただし、あれですね。俺個人的に瓶ビールの方がまずいと思ってます。うん。だから俺安いと思ってるね。缶の方が高いんですよ。うん。缶の方が圧倒的に高い。のはなぜか。まずいからです。違う、うまいからです。間違えた。缶の方が明らかにうまいです。うん。俺飲み比べた結果、明らかにコクとね、コクもそうだし、香りも全然違うね。味が。うん。全然違います。はっきり言って。さすがっていうぐらい違う。でも、なんか知らんけど、世間一般だと、瓶の方がうまいっていう人が、大多数どころか多分、ほぼ大多数ですね。うん。うん。瓶と缶でね、味の違いとかでググると、うん。うん、まあ一応同じものらしいんですけどね。いわゆる、タバコでいう、ボックスとソフトの、ね、違いだけですね。だから、何が違うかっていうのは、一応中身は同じなんだけど、飛ぶか飛ばないかですね、その後に。うん。どっちが飛ぶか、味がその後に、その後に詰められて、飛ぶか飛ばないかですよ。だから、多分飛びの関係で、おそらく瓶の方が飛ぶんじゃないかと俺は思ってるんですよ。うん。飛ぶのが多いのが多分瓶だと思ってるんですよ。俺は。これですね。瓶で飲んだ方が本格的なような気がして、とても美味しく感じる。っていうのが人が、もう多いんですよ。多いっていうか。だから多分みんな多分瓶で飲んだ方がうまいって。瓶の方がうまいって答えるんですよ。大体みんな。でも俺逆なんですよ。俺これが、自分ですごいなと思うのが、一般的には瓶で飲んだ方が本格的のような気がして、結果あれですよね。プラシーボ効果ってやつ。なんですけど、俺それ逆なんですよね。うん。これ俺自分ですごいなと思う。自画自賛しますけど。だってみんなうまいうまいって言って、こっちの方がうまいうまいって言ってるのに、いわゆる人のなんていうの人の言うことを悪い意味で聞かないっていうね。逆に自分の考えを、いいところとしては自分の考えを持ってる。流されない。他人に流されないところが俺の多分長所だと思いますね。っていう。俺以前確か缶と瓶の違いを確かめるみたいなので俺動画上げましたけどね。
全然違う。明らかに。どう見ても違う。あ、ありましたね。OK ウェーブで、まあ、いわゆるヤフー知恵袋みたいなやつです。中身は全く違いますが、あ、同じですが、長期保存するとどうしても味が変わります。味の変わり方が少ない方が缶ビールです。瓶ビールはどうしても光を通すので味が変わりやすいのです。うん。これですね。俺もこれも要因だと思うね。長期保存すると、やっぱり光が入ってくるわけで、結果として光が、まあ、お酒にとって基本的に光がかなり大敵で。うん。缶はやっぱり遮光されますからね。うん。これよくわかってるな、この人。うん。で、結局、詰め口年月日みたいなのがですね、ビールの場合、乗ってるとは思うんですけど、結果としてやっぱり、まあ、ビール。まあ、ビールはでもあれか。うん。まあ、ウイスキーとかに比べて、やっぱり、それなりに飲まれるはずですからね。まあ、一応、賞味期限があるからね。うん。うん。で、結局、瓶のビールって、基本的に茶色の色をしてますけど、あれはなぜかっていうと、あれ、以前俺の、会社の人間から聞きましたけど、どうやらですね、まあ、遮光するためなのは間違いないんですけど、逆に茶色いやつの方が劣化しやすいんですよ。うん。透明な、例えば、このビーフィーターの、瓶。これ透明ですよね。透明なのはなぜかっていうと、これは、この中身が劣化しにくいからです。光によって劣化しにくいから。うん。だから、茶色にする必要ないんです。全然劣化しないから。光で。でも逆に、まあそうですね。まあ日本酒とか。芋焼酎とか。これは茶色になってますけど、これは劣化しやすいからです。この中身が劣化しやすいからこそ茶色にしてるんですが、結果茶色にしてもやっぱり遮光され、確実にされるわけじゃない。ので、劣化しやすいものですから、わざわざし、その茶色くしてるわけです。つまり中身が劣化しやすいものっていうのが、わざわざ茶色なわけで、ビールは劣化しやすい。ということになります。光によって。うん。つまりその中身のまず違いですよね。つまりビールっていうのは劣化しやすい。うん。劣化しやすいということはやっぱり、その分まずくなる。うん。んで、あとはまあ、まあ、それぐらいだと思うんですけどね。あと、瓶と缶で、缶の方がなんかちょっとこう、アルミ缶の、なんていうの、アルミ缶の味が移る、ような気がする。なんかちょっとアルミ臭いんだよね。うん。で、俺は逆にそっちの方が好きなんですよ。アルミ缶の香りが好きなんで、なんか、コカ・コーラでも俺、缶の方が好きなんですよ。ちょっとアルミ臭い。うん。
っていうね。だから俺あんまりね、結構ね、缶のビールは好きです。うん。明らかに。明らかに缶のがうまいんだよな。ビールもそうだし、コカ・コーラもそうだし。うん。ペットボトルのね、コカ・コーラはあんまり美味しくない。ような気がする。なんとなく。うん、ということで、焼酎を加えて飲みましたけど。うん、という。うん。ああ、コカ・コーラのね、飲み比べしてる、なんかブログみたいなのありますね。1.5 リットルペットと、500ミリペットと、缶と瓶と、あとマクドナルド。炭酸の強さが瓶の方が強いと。味の濃さも瓶の方が強い。らしいです。どうなんすかね。うん。結局、ほら、口のつけるところがやっぱり、形状がやっぱだいぶ違うのが、一つ言えますよね。缶と、瓶と、ペットボトルじゃ。ねえ。ああ。だからあえてストローを使ってますね、この人。ストローを使うとやっぱわけわからんくなるみたいです。うん、なるほど。うん。なるほどね。なかなか面白いですね。うん。まあ。ね、まあ、結局のところ思い込みなのかもしれませんが、まあ、俺はちょっとそうは思わない。かな。うん。コカ・コーラ、俺、瓶のやつも飲んだことあるけど、個人的にやっぱ缶が最高かな。うん。缶が一番美味しいですね。ペットボトル多分一番まずい。どうも。こんなの、ただの、これ評価するなんか、部類がおかしくなってきた気がする。これどう見ても、だって CC レモンなんだもん。どう見ても。どう見ても CC レモンなんだもんな。ただの CC レモンを評価してるだけにしか見えない、ね、これ。これ一つ星。なんで酒を飲んでるのに CC レモンの味が完璧にするのをやつを飲まなきゃいけないの。どうなってるの？これ一応言うとか、これ酒動画だぞ。仕方ないから焼酎では飲んだかって。2541です。
こんなん、か、二度とか、こんなん、高いだけじゃないか。高い CC レモン買った感じだ。ご視聴ありがとうございました。